マインド・ユア・ビスケッツはアメリカ合衆国で生産されたサラブレッドの競争場、シュボバ。主にアメリカ国内の短距離戦線で活躍し、2016年のマリブ・ステークスなどに優勝した。また2017年2018年にはドバイに国外遠征してドバイゴールデン社品の連覇を達成した。アメリカ合衆国ニューヨーク州の生産者である ジャンピングジャックレーシング社の生産したサラブレッドの大馬である。2014年のキーンランド競馬場のセリーチに出品され4万7千ドルで落札。後にジェステーブル、マイケルキスバー、サマーズ親子らの共同所有となった。名前は大きなお世話を意味するマインドユアビジネスをもじって名付けられた。ロードリック・ロドリゲス調教師による管理のもと、 マインド・ユアビスケッツは2015年8月10日にサラトガ競馬場の未勝利戦でデビュー2着であった。その後に参戦するも勝利できず、この年を未勝利で終えた。この年よりロバート・ハルコン・ジュニア長教師の旧社に移されたマインド・ユアビスケッツは2016年4月9日のアケダクト競馬場の未勝利戦で年内初戦を迎え、 ここで2着馬に7馬身半差をつけての初勝利を挙げた。その後ベルモント・パーク競馬場での一般戦を参戦して3着、2着、1着の成績を収めた後、7月30日のサラトガで行われたアムステルダム・ステークスでグレード競争に初出走、ジョエル・ロサリオ・キシュアンジョーの下、二2着馬マニアカルに1馬身、3、4差をつけて優勝した。この勝利は管理していた。 ファルコン調教師にとっても初の重傷制覇であった。マインドユア・ビスケッツは続けて8月27日のキングス・ビショップ・ステークスに登録されたが、終始中断から伸びないままゴール、勝ウ馬ドレフォンから3馬身以上離された後着に終わった。その後、パークスレーシング競馬場のギャラント・ボブ・ステークス2着を挟んで11月5日のブリーダーズ・カップスプリントに出走した。 7頭立てで行われたこの競争では、古豪マゾヒスティックが一番人気。これに、AP インディアン、ドレフォンだが人気で続き、マインドユアビスケッツは、単勝16.40倍と、穴人気であった。マインドユアビスケッツは、後方から追いかける競馬で挑み、最後の直線で、ドレフォンとマゾヒスティックを追ったものの、優勝したドレフォンから一馬身1、4差、マゾヒスティックに、 花さえ破れて3位で入選した。しかしその後マゾヒスティックが薬物検査の結果降着処分となり、マインド・ユア・ビスケッツは2着に繰り上げられている。12月26日に行われる3歳、短距離路線の最終戦であるマリブ・ステイクスには、マインド・ユア・ビスケッツと同じくドレフォンも登録していたが、21日になってドレフォンが熱発のため出走を取り消していた。 競争当日に単勝4.7倍の2番人気に指示されたマインド・ユア・ビスケッツはスタートから先頭を行くジャジー・タイムズとシャープ・アステカの2頭の後ろ3番手につけて進み力尽きたジャジー・タイムズがズルズルと後退していく中マインド・ユア・ビスケッツは最終コーナーを回った時点で先頭のシャープ・アステカまで2馬身に迫っていたそして最後の直線で マインド・ユア・ビスケッツは、シャープ・アステカをハンバシン追い抜いてゴール、初の G1 勝利を手にした。エクリプス賞表彰こそ預からなかったが、ニューヨーク州の生産者組合、ニューヨークサラ・ブレッド・ブリーダーズは、翌年4月3日、2016年度のニューヨーク産年度代表馬に、同州産であるマインド・ユア・ビスケッツを選出、その栄誉を称えている。この年、 共同馬種の一族であるチャド・サマーズが、調教師免許を取得、その最初の管理馬としてマインド・ユア・ビスケッツは、ファルコンの厩舎から、サマーズ9社に移されることになった。同年の初戦は2月25日の、ガルフ・ストリーム・パーク競馬場での、ガルフ・ストリーム・パークスプリントで、ここでは、単勝1.9倍の一番人気に支持されたが、先行したユニフィードを、首さ捉えきれず2着に敗れた。 サマーズはマインドユア・ビスケッツの次層に海外遠征を選択3月25日にドバイの名団競馬場で行われるドバイゴールデン社品に登録した14頭立ての大外14番に入ったマインドユア・ビスケッツと安上のロサリオはレースが始まると集団後方につけて道中を進み最後の直線で大外から先行集団を一気に差し切ってゴール 二着はコミカスに3場審査をつけて優勝をもぎ取った。サマーズにとっても初の G1 勝利となり、競争後のコメントでは私たちには自信があった。これは私が免許を取得してから私たちがずっと思い描いていたものだったと語っている。帰国後は少し間を空け、夏は7月8日のベルモントスプリントチャンピオンシップステークスから、 指導すると競争当日のマインド・ユア・ビスケッツは単焦2.4倍の一番人気に支持された。レースではゲートが開くとグリーングラットが飛び出して先手を切り、マインド・ユア・ビスケッツは4番手に控える展開に収まっていた。残りにハロンの頃合いでグリーングラットが沈んでいく一方で、それに合わせるようにマインド・ユア・ビスケッツは外を回って前へと進出。 直線手前で先頭を奪うとそのままの勢いでゴール2着馬オーサムスルーに3馬進反差をつけて完勝した。続いて出走した8月26日のフォアゴーステークスでは再びドレフォンとの対戦になったがドレフォンが軽快に逃げて優勝した一方でマインドユアビスケッツは中段から抜け出せないまま6着に沈んでいる。 その後もブリーダーズカップスプリントではロイエーチの3着、年末のシガーマイルハンデキャップではシャープアステカに5馬身半離されての2着と勝ちきれない競馬で同年の競争を終えている。5歳シーズンもドバイゴールデン車品位を目指して調整され、年初はガルフストリームパーク競馬場のオプショナルクレーミング競争で使われた。しかし単勝1.4倍の圧倒的支持を 受けながらも逃げたコンクエストをインディシティを頭さ捉えきれずに日着に敗れている。サマーズ陣営はその後予定通りにドバイ遠征を観光3月31日のドバイゴールデンシャヒーンに登録された。同年のゴールデンシャヒーンにはアメリカからはマインド・ユアビスケッツの他にも前年の b c スプリント覇車ロイエーチ および一昨年のゴールデンシャーンに着場、x y トの3頭が出走していた。当日の取り消しもあって8頭だけで行われる中、マインドユアビスケッツは一番枠から発走した。ゲートが開くとまず飛び出したのは、x y トと地元ドバイの上段スポートで、結果上段スポートが先手を奪って進む展開になった。一方で、マインドユアビスケッツは、 外に持ち出して最後方でつけ、ロイエーチは中段につけていた。3コーナーを過ぎると、ロイエーチや日本のマテラス界が先頭集団との差を詰めていく中、マインド岩ビスケッツは以前最高峰にいたが、安状のロサリオは後に彼の最後の足に全てをかけていた。残り3、16のポールが見えた時、まだ先は遠いながら彼を先頭に立たせられると見ていたと語っている。 残り300メートルで、上段スポートが失速していくと、先頭に立つ x y ジェットに、ロイエーチが追い上げる姿勢を取ると、マインド・ユア・ビスケッツも大外から猛然と追い上げていった。x y ットは最後までロイエーチの追い上げをしのいだ。ものの、マインド・ユア・ビスケッツはそれを頭さかわして、ゴール、ゴールデン写品連覇を達成した。2着に、x y ジェット、3着に、ロイエチと、 同年のゴールデンシャヒーンは上位をアメリカ長競馬が全て占める結果となった。ゴールデンシャヒーンの勝利後、陣営は以後のプランについて翌年のペガサスワールドカップへの出走も考慮に入れていたが5月になり日本のヤシロ大ファームのオーナーである吉田テルヤがマインドユアビスケッツの所有権50%を獲得同士の方針で年内の現役続行と年末での引退及び シュボバ入りが決定した。国内復帰初戦は6月9日のメトロポリタンハンデキャップでマインド・ユア・ビスケッツはトップハンデの122ポンドを課せられていた。この競争でマインド・ユア・ビスケッツはいつも通りに中断につけ、早めに前へと襲いかかったものの、逃げ続けたビー・ジャージーを花さ捉えきれずに日着に敗れている。以後もマイルを超える距離での競争が続き、 翌戦8月4日のホイットニーステークスでは、不良馬場の中を追い上げるものの、逃げたディバーシフィから3馬身半離された2着に終わっている。しかし9月29日のルーカスクラシックステークスでは、早めに先頭に立って、どんどん差を開き、2着トーストオブニューヨークに4馬身、3、4差をつけて圧勝、マイル以上でも勝てる実力を証明した。距離適正に幅ができたことで、 同年のブリーダーズカップは、スプリントの他ダートマイルクラシックへの参戦も視野に入るようになり、陣営はどれに登録するかを検討し続けた。最終的にブリーダーズカップクラシックが選ばれたが、この選択は功を奏せず、終始後方のまま止まりアクセラレートの11着と大敗した。その後、予備登録されている日本のチャンピオンズカップやシガーマイルハンデや、 クラークハンディキャップへの出走も検討されていたが、11月14日に引退が発表された。サマーズ調教師は、100%を発揮できなかった、あの BC クラシックを最後のレースにはしたくなかったと語った。引退後の2019年1月27日、マインド・ユア・ビスケッツは、吉田テルヤの持つ北海道阿比町の八代台、スタリオンステーションに送られ、守護倍利した。 初年度の種付け料は200万円と設定されている。ありがとうございます。